はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回のね動画なんですけれども、はい、もう今ね話題になっている某 C、 あのビールの名前にもなっているですね、あれについてちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、まあね、ちょっと最近ですね、日本でもニュースになったと思うんですが、まあ、ニューヨークでもですね、2人はい、陽性反応が出たということで、結構ね、まあ、日本でもニュースになってるし、このアメリカでもね、ニュースになっております。でね、なおかつですね、こうワシントン州ですね、はい、この西の方のですね、シアトルとかがね、あるところなんですけども、そこでもですね、約9人の方がですね、まあ、亡くなられたということで、まあもうこのアメリカもですね、今ね結構ね騒々しくなっております。で、その中でもですね、今回お話しする内容なんですけれども、全部で3つあります。はい、タイトルとサムネイルにあったあれがなくなったっていう話はですね、一番最初に出てきますので、この後ねちょっと聞いていただければと思うんですけども、それ以外になんですが、はい、あのね2人ニューヨークで陽性反応が出たっていうことで、それについてですね、この日本のニュースでは詳しく語られてない、そのね背景とか、あとね、どんな感じだったのかっていうのをですね、少しお話ししていきたいと思います。で、それに対してこれからですね、まあ、ニューヨークに旅行に来られる方、まあ、中にはですね、まあ、キャンセルされた方もね、いらっしゃると思うんですけども、まだね、来る予定でいらっしゃる方は、どういったところに気をつければいいのかっていうのをですね、ちょっとお話ししていきたいと思います。で、3つ目なんですけれども、今ね、結構日本でもニュースになってると思うんですけれども、このアメリカが、日本からの旅行者に対して入国制限をするんではないかっていうですね、そういったね、話が出ております。で、これもですね、まあ、かなりねちょっと現実味を帯びてきているんですけれども、まあ、そのあたりについてですね、まあ、少しねちょっとお話をしていきたいと思います。はい、というわけでね、まず一番最初、はい、ドラッグストアからあれが消えたっていうですね、ちょっと話をしていきたいんですが、ね、まずドラッグストア、はい、もう皆さんですね、結構日本ではもう入手困難になっているマスク、はい、これはですね、もうね、アメリカでもですね、もう入手困難になってます。もうはっきり言ってなってます。でね、今日私ですね、3軒のですね、ドラッグストアに行ったんですけれども、結構大きいね、ドラッグストアなんですよ。あのチェーン店のね。そこでもね、全部なくなってました。マスクはもうまず手に入らなくなってきてるっていうですね、そういった状態ですね。で、続いて、はい、こちらの写真をご覧ください。はい、ドーン。はい。棚がですね、ものの見事にですね、綺麗さっぱりになってると思います。ここだけ、一箇所だけ。はい。でね、ここにね、一体何があったかなんですけれども、ハンドサニタイザーって言って、あの、ね、手の消毒液、なんかちょっとドローとしたですね、まあアルコール分があるですね。はい。あのハンドサニタイザー、あれがですね、ものの見事になくなってました。はい。でね、私ね、まあ今回3軒ね、ドラッグストア行ったんですけども、1軒目、2軒目では、もう発見することができませんでした。でね、店員さんに聞いたんですよ。ね、あのさ、ってハンドサニタイザー探してるんだけど、あるって聞いたらね、なんか、なんていうかね、もう、半ば半笑いで、あれ全部売り切れとかって言われて、売り切れとかって言ってね、私もすごいびっくりしたんですけども、あのね、結構、その実際に自分の目でドラッグストアに行って、自分の目でね、こう見て初めてね、うわ、このね、事の深刻さがね、すごくね、あの、実感できたっていう感じなんですけども、でね、3軒目にですね、まあ、ようやくですね、発見できたんですけども、発見できた時のね、様子がこんな感じです。はい。もうね、ちょこっとしか残ってないでしょ。大きいボトルが3つにちっちゃいのが割ってあるんですけども、私ね、このね、大きいボトルの方を1つ買いました。でね、その後なんですけれども、ちっちゃいボトルをね、買い占めてた人がいました。でね、あとね、残りのね、2つのね、大きいボトルもね、なくなってましたね。だからね、早めに1個ね、キープしといてよかったっていうふうにちょっと思ったんですけども、このね、ドラッグストア、今ですね、ものの見事にいろんなものが消えてます。で、まずね、マスクの話はしたんですけども、あとハンドサニタイザーですね。で、それ以外にも、ゴム手袋。このね、ゴム手袋が意外とね、ごっそりなくなってたんですよ。というわけでね、このね、ゴム手袋のね、棚をちょっとご覧いただきたいと思います。はい、こちらです。ものの見事にですね、こう、綺麗さっぱりなくなってますでしょ。ここね、全部ね、こう、薄いね、ゴム手袋がね、あったんですよね。だからね、結構、もう、ニューヨーク中だとは思うんですよ。だって今日3軒行ってるからね。だからね、そのニューヨークのドラッグストアから結構ね、その、いわゆる、今話題のね、C ですよ、C。はい。あれがね、影響してて、やっぱね、そういったね、こう自分を守るためのちょっと道具がね、だいぶなくなってきてるなっていうね、そういった感じがしましたね。私もね、今日初めてね、こうドラッグストアに行って物がないっていうね、そのね、状況を見て初めてね、今ね、深刻な状況だっていうのをですね、かなり実感したんですけれども、はい、
ここでね、まあね、あんまり心配しなくていいよっていうんですね、ちょっと言いたいのがですね、はい、このね、ドラッグストアでですね、まあ、ハンドサニタイザーとかね、まあ、定期的に入ってくるようなんですよ。なので、あの週にね、3回入ってくるので、そのタイミングを見計らって、あのね、買いに行くと、まあ、きっとね、まあ、手に入るんだろうなというですね、そういった感じだったんですけども、入ってきてもね、結構すぐなくなってしまうというようなね、そういった状況のようでございます。でね、あとなんですけれども、買い占め。まあね、日本ですと例えばトイレットペーパーがなくなるとかですね、そういったね話がね、まあこちらにもですね、入ってくるわけなんですけれども、それがね、このね、ニューヨーク果たして一体どうなってるかっていうとですね、はい、トイレットペーパーはドラッグストアにはありました。はい、でね、紙類がね結構なくなるっていう話なんですけれども、それがね起こってるのは意外とね、こうアジア系のスーパーマーケット、例えば中国のスーパーマーケットだとか韓国系のスーパーマーケットですね、そのあたりではですね、結構ね生活必需品とかも含めてね、なんかねごっそりね売れてたんですよ。でね、この間なんですけれども、2月の末にあの、ね、韓国系のスーパーマーケット行ったんですが、結構ね人がね、もう平日のですね、もう閉店間際の夜ですよ、それに行ってもね、結構うわーってまだ人が並んでて、いろんなもの買ってるんですよね。だからね、結構そのアジア系のスーパーマーケットでは、その最近ですね、はい、もうこの買い占めって言いましょうかね、こうある程度もう買いだめをしてしまうっていうのがですね、まあ結構流行しているようなんですね、そういった感じでございましたね。だからね、まあ、あの日本から来た時なんですけども、よくね、皆さん言われると思います、あ、まあ、アメリカに行ったらさ、多分まだマスクがあるから買ってきてよっていうですね、多分言われることもあると思うんですけども、もうね残念なことにマスクはありません。続いての話題、いきましょう。はい、でね、このねニューヨークで、はい、2人のですね陽性反応が出たということで、まあね、日本でもね結構ニュースになってると思うんですけども、これについてですね、ちょっとね詳しくお話をしたいと思います。で、このね陽性反応が出た人なんですけども、まず1人目、はい、このマンハッタンで起こりました。でね、そのね、まあ、詳しくね説明されてないんですよね、日本のニュースっていうのはですね。でね、この最初に見つかった1人なんですけれども、実はですね、先週の火曜日にですね、はい、イタリアに旅行に行って、その日に帰ってきました。で、イタリアから帰ってきて、で、それからですね、まあ、発症したわけなんですけれども、実はね、この人なんですが、あのね、パブリックトランスポーテーションって言って、例えば地下鉄だとか、あとバスとか、結構ほらみんなが使うようなそういった乗り物っていうのは使ってなかったんですね。でね、どういうふうに帰ってきたかっていうと、あのね、ハイヤー、まあなんていうのかね、こうウーバーだとか、あとはカーサービス、それをね使って帰ってきたっていうことなので、まあ、パブリックトランスポーテーションは使ってないっていうことでね、まあ、そのままね、あのこうビューって帰ってきたんで、まあ、周りにねこう撒き散らしてるかっていうと、まあ、可能性としてあるのは、まあ、例えば空港で撒き散らしちゃったとかっていうね、そういった可能性はあるとは思うんですが、そのね情報についてはですね、まだねちょっとね明らかにはないんですけども、まあ、ただね帰ってくるときにそのパブリックトランスポーテーションは使ってないということでございました。で、もう一人見つかったのがですね、はい、ウエストチェスターで見つかりました。あのウエストチェスターっていうのは一体どこかっていうと、あのねマンハッタンがあって、でその北にねブロンクスがあって、でさらにその北ですね、はい、ブロンクスのちょうどね、あの北側に当たるところがですね、まあ、ウエストチェスター郡と言われているところなんですけれども、そこでね一人ね、見つかったんですが、その人は最初に見つかった、はい、あのイタリアから帰ってきた旅行の人ですね、その人とね接触してたらしいんですね。だからね、その2人目っていうのは、その最初の1人目のいわゆる濃厚接触者ってやつですね、だったっていうことですね。で、今ねこの2人についてなんですけども、今隔離されてます。はい、で、マンハッタンの人はもう自宅隔離ですね。でね、ウエストチェスターの人に関してはね結構ね重篤な状況みたいで、あの病院ですね、で隔離されてるようでございます。はい、だからね、その街中で撒き散らしてるか、例えばマンハッタンの中で撒き散らしてるかっていうと、まあそうではないっていうことでね、まあ比較的ね、こう安心していいんじゃないかなっていうね、そういった感じでございます。そういったね状況を考えると、多分ね、こう日本とね少しね似てるような状況だと思うんですよね。例えばさ、あの日本の中でも、例えば東京で見つかりましたっていう、例えばあるじゃないですか。で、隔離されてますっていうね、そういった状態だと思いますので、まあ、別にね、こうニューヨークに来たからさらに危険度が増してるかっていうと、まあ、そういったね感じはないと思うので、キャンセルされずにですね、こうニューヨークに旅行に来た方っていうのは、まあ、そこまでね、こうやばい状況かっていうと、まあ、そこまででもないということでね、まあ、あんまり深刻に捉えなくてもいいんじゃないかなというふうには思います。ただですね、ちょっとこの後お話しするんですけれども、あのね、今ね、こうアメリカ
まあ、はですね、まあ、2つの国に対して入国制限をかけてます。1つは中国ですね。でもう1つがイランなんですけども、実はですね、まあ、他にもですね、まあ、ちょっとねこういろいろですねこう制限をかけなきゃいけない国がね出てきてるっていうですね、そういった話はですね日本のニュースでも出てるんですけども、これについてですねちょっとね詳しくお話をしていきたいと思います。はい。で、あのね、ニューヨーク、まあ確かにですね、いろんな国からですね本当に旅行者がやってきます。で、まあもちろんですねヨーロッパからもいっぱいやってきますし、まあアジアからもいっぱいやってきます。で、まあ例えばねこうアフリカの方だとかもね来ますし、あとはね何あのオセアニア、まあ例えばオーストラリアからもね来たりとか、いろんなね国からですね本当にねやってくるんですけども、例えばこう入国してから例えば発症したりだとか、こう入国してからこう陽性反応になるっていうですね、まあ、そういったね可能性っていうのは必ずしもゼロとは言えません。だからね、あの本当にまあいろんな国からやってくるからこそ、ちょっとねこうやっぱ気をつけなきゃいけないかなっていうですね、そういった感じはしております。でね、あの決してですねこう皆さんに対してこう恐怖心を与えるってわけではないんですけども、やっぱりねこういろんな国からやってくるからこそ、やっぱりね普段やっぱりねだいぶねやっぱ気をつけなきゃいけないっていうのがねあると思います。で、あのねこのねアメリカでもですね、あのマスクをつける人がね少しずつ目立ってきました。例えばねスーパーマーケットなんかに行くと、例えばもうアジア人とかはね結構マスクしてたりもするんですけども、アメリカ人がねマスクしてたりだとか、すっごい珍しい光景ですよ。私アメリカに10年住んで、アメリカ人がマスクをつけてるとかね見たことなかったんで、だからね結構やっぱそのアメリカ人自身も少しですねこう危機感が出てきてて、まあ、自らマスクをつけるっていうですね、そういったことをね、やってるように思います。で、はい、続いてなんですけども、ちょっとね画面を切り替えてですね、あのこのねいわゆる連邦政府のですねあのサイトをちょっとご覧いただきたいと思います。はい、それではね画面切り替えましょう。はい、ドーン。はい、このねホームページなんですけれども、はい、これねトラベルステート .gov っていうことでね、はい、連邦政府のですね、ホームページでございます。で、これはですね、まあ、日本でいうところの外務省に当たるところなんですけれども、これはですねアメリカから他の国に対して旅行される方に向けた、はい、注意をね書いてあるところでございます。はい。でね、これね国別にですね書いてあるんですけども、はい、これねもうね相当してあります。で、ちょっとねまずこちらをねご覧ください。はい、はい、これですね。でね、これねトラベルアドバイザリーレベルスっていう風に書いてあるんですけども、はい、これはねまあ1からですね4まであるわけでございますね。でね、今ね1がね一番ねまあ安心していいよ、まあちょっと気をつけてねぐらいな感じなんですけれども、はい。でね、2つ目がですねちょっとね、あのだいぶ気をつけてねっていう感じですね。で、3番目、はい、リコンシダートラベルということで、はい、もうねこれ旅行するのをねちょっと再検討しなさいっていうですね、ところでございますね。で、4番目、はい、がもう Do not travel でございます。もうね旅行しちゃいけませんっていうですね、そういったねレベルになっております。はい。でね、こちらをねちょっとねご覧いただきたいんですけども、はい、こうやって見るとですね、まあレベル4からですね3、2、1というんですね、どんどん変わってきてるんですが、例えばね、はい、このレベル4、はい、この上の2つ、これをねちょっとご覧いただきたいんですけども、はい、これねイランとあとチャイナ、これね出てますね。はい、イランとねチャイナが出てるんですけども、このイラン、このね一つねちょっとクリックしてみると出るんですが、はい、これね、Do not travel になってるでしょ。で、これを見るとですね、はい、例のあの某 C でございますね。それがね原因になってるっていうことでございますね。はい。でね、これとね同様になんですけども、チャイナ、これもですね同様でございますね。はい、あの例のね某 C、あれでね、言ってはいけませんというになっております。で、これをねずっとねちょっと下を見ていくとですね、はい、レベル3ですね、はい、リコンシダートラベルっていうことで、はい、旅行するのを再検討してくださいというになってるんですが、ここにね出ているのがですね、はい、サウスコリア、はい、例の韓国でございますね。で、続いてですね、イタリーでございますね。イタリアでございますね。はい、今ですね、このね2つの国もですね、日本でねだいぶねニュースになっている、あの騒がしているですね、ものすごい数のですね、まあ陽性反応が出たっていうですね、そこでございますね。死亡者数もですね、まあかなり多いところでね有名なんですけれども、はい、これがね今レベル3になってます。はい。でね、まだですねこのアメリカでは入国禁止、入国制限っていうのをですね、まあ、やっていないわけなんですけども、これもですね、まあ、そのうちなんですけども、多分レベル4まで上がって、で、まあ、入国制限がね多分来ると思います。で、肝心のね日本なんですけれども、はい、こちらをねご覧ください。ずっとね下の方に行くとですね、はい、ジャパン、ここ出ておりますね。はい、これはね日本でねニュースになったと思うんですけども、今レベル2になっております。で、この後ですね、はい、まあ、日本がね、こう入国制限
がかかるかもしれないというですね、まあね、ニュースになってるんですけども、多分ね、今の状況ですと今レベル3になってるのが韓国とイタリアなんですけども、ここはね、もう入国制限になる可能性っていうのは非常に高いです。で、今日本はどうなってるかっていうところなんですけども、日本も今レベル2なんですよね。でね、もうすでに今1000人以上のですね、まあ、陽性反応が出てるっていうことなんですけれども、ここをですね、まあ、ちょっと考慮すると、今ね、日本までっていうのは確かね、トップ5かなんかに入ってるんですよね。で、今さ、ほらインドが、ね、ビザの取り消しをしたとかっていうですね、そういったことがニュースになってるんですけども、これがね、もうトランプ政権がね、どう判断するかにもよるんですが、例えばね、もうイタリアだとか韓国も含めたトップ5、これをですね、もう入国制限しちゃえっていう風になるんであれば、その可能性っていうのは出てきます。で、今ね、ほらイタリアに行ってで帰ってきたでしょ。で、またね、イランに行って帰ってきた人もいるんですよ。例えばさ、今ワシントン州、あのシアトルがあるワシントン州でも、まあ、かなりね感染者が出たんですけども、それはですね、イランから帰ってきたっていうことなので、そのタイミングによってもう制限かける前にこう帰ってきて、で、そこで制限をかけてでやってしまうと、そのタイミングのズレによって、その旅行されてた方っていうのがもう入ってきてしまう可能性があるんですよね。だからそういったところを考慮すると、この日本もですね、ちょっと今ね、あのこう入国制限に入るんじゃないかっていうですね、そういったね恐れが出てきております。はい、このね、トラベルステート .gov、 これですね、はい、概要欄にですね、ちゃんとリンクを載せておきますので、ぜひねご覧いただければと思います。はい、というわけでね、まあね、ちょっとね、今日の段階でのですね、はい、ニューヨークの最新情報をちょっとお伝えしたんですけれども、まあちょっとね、今このね、アメリカ全体もですね、だいぶ騒がしくなってきているのは確かです。ただね、この皆さんに対してね、旅行される方に対してですね、決して恐怖心を与えるっていうわけではなくて、あくまでも現状を知って、で、それに対してどう対応していけばいいのかっていうのをですね、と皆さんでね、ちょっと考えていただければいいなっていうふうに思います。で、私もですね、あの基本的にはもうね、手洗いとうがいはもう絶対に欠かさないのと、もう外での水分補給ですね、これね、一番最初の動画でもちょっとお話ししたんですけれども、それはね、もう欠かさないようにしてます。で、それをね、しっかりやっておいて、あ、でね、できればね、日本からね、来るときに、あの、ハンドサニタイザー、まあ、手の消毒薬ですね、それがね、あればね、持ってきた方がいいかもしれないですね。で、こちらでね、まあ、ドラッグストアで探してもいいんですけれども、ちょっと手に入りにくい状況なので、あったらあったで買っておくっていうのはですね、一つの手段かもしれません。なので、今ね、3つですね、はい、手洗いとうがいと、あとはですね、手の消毒、これはですね、もうね、欠かさずね、私もね、頻繁に、やるようにしておりますので、こういったところをね、まあ、気をつければですね、まあ、普段こうね、外に出てちょっとね、こう遊んだりだとか、あとは買い物に行ったりだとかする分には、まあ、別段ね、そんなにね、問題はないと思うんですけども、あとね、気をつけなきゃいけないところっていうのは人混みですね。で、人混みの中で咳してそうな人だとかいれば、もうなるべく近寄らないで、結構ね、まあ、旅行者そのものもね、こう日本から減ってきてはいるんですよ。っていうのもね、こうツアー会社だとか旅行会社もね、結構キャンセル食らってるみたいなんですよね。だからね、まあ、それでもちょっとこうやっぱりね、あのチケット取っちゃったし、家も全部手配してるし、で、あのチケット取ってもね、もうね、キャンセルが効かないだとか、あの返金されないっていうこととかで、こうなんていうのかね、こうキャンセルなかなかできなくて行っちゃえっていうですね、方も多分いると思います。で、そういった方に関してはですね、その3点ですね、もう手洗いとうがいとハンドサニタイザー、もう手の消毒、これをですね、まあ、もう徹底的にね、まあ、やっていただいて、水分補給ですね、それもやってですね、まあね、あの旅行していただければと思います。で、なるべくですね、もうね、近寄らない、もう自分のグループだけで固まっておいて、その人との距離をですね、なるべくね、取るようにしていただくと、まあ、少しね、こう防げるんじゃないかなっていうようなね、そんな感じでございます。で、ニューヨークでね、こう感染者が出たっていうことなんですけども、それについてはですね、もう今隔離されてる状態です。なので、それはね、まあ、日本のね、まあ、各都道府県にいるのとね、まあ、大して変わらないような状況だと思いますので、そのあたりをですね、まあ、気をつけて、まあ、旅行していただければと思います。はい、というわけでね、今回の動画なんですけども、ニューヨークの最新情報でございました。はい、これね、ぜひね、参考になったらぜひ高評価と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。皆さんね、本当にね、旅行をキャンセルされた方はですね、もう本当に残念だと思います。もう本当ね、私もね、そのね、話をね、やっぱコメント欄とかでいただくんですけど、やっぱ非常に残念でございます。でもね、はい、振り返って、はい、またね、落ち着いてね、例えばね、10月とかね、まあ、秋ぐらいのね、紅葉の美しい時にでもですね、はい、またね、このニューヨークに来ていただければと思いますので、ぜひね、また次の、旅行でもね、こう楽しみにしていただければと思います。はい、というわけでね、皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。